はい、2月14日マイコスのリゾートの様子です。こちらホテル前のゲレンデ映してますけれども、茶色く土が見えてる部分、あれは雪解けというよりかは圧雪車が、雪をかいた跡ですね。多分雪をかき集めてできた跡だと思います。はい。で、こちら右側ドルフィンコース見えますかね。ちょっと滑り出しのところ少し、土が出ているのが確認できます。今日は雨予報でしたけども、今のところ、持ってますね。天気は曇りという形でちょっと暖かいですけど、はい、といった感じで、今日の様子でした。